本日の質問は、都内にお住まいの東京タワーライスキさんからの質問です。私は最近、スターライトの曲にハマり、CD を集めています。そこで一つ気になったのですが、スターライトの CD には、普通のシングルと舞台版シングルがあるそうです。この二つは、何が違うんですか？なるほど。その質問。わかります。というわけで、早速お答えいたしましょう。スターライト99組のシングルは、普通のシングルと、舞台版シングルに分かれており、ナンバリングも普通のもの、舞台版でそれぞれカウントされています。この2種類のシングルの違いは、大きく2つの点が挙げられます。まず1つ目は、レコード会社の違い。スターディバインから始まるナンバリングシングルは、株式会社ポニーキャニオンから発売されています。一方、舞台版シングルは株式会社ブシロードミュージックからの発売となっています。なぜこんなことになっているのでしょう。明確な理由は明かされていませんが、おそらくは、元締めは同じブシロードでも、アニメはキネマシトラストポニーキャニオン、舞台はネルケプランニングが主導しているため、レコード会社が分かれてしまっているのではないかと思われます。これも、二層展開式少女歌劇、だからこそ起きた事情なのでしょう。CD を買う私たちの立場からすれば、そこまで気にする必要のないことですが、ちょっと不思議ですね。ちなみに、ゲームアプリ、スタリラの関連 CD は、ポニーキャニオンからの発売となっています。二つ目の違いは、ジャケットのデザイン。もうすでにお気づきの方もいると思いますが、普通のシングルと舞台版シングルで、ジャケットに明確な違いがあります。ポニーキャニオンのシングルは、すべてアニメイラストが使用されています。それに対して、舞台版シングルはスターライト、国組の実写となっています。これだけ知っていれば、もう混同することはありません。以上、